ソウルフラワーズプレゼン伊ス伊藤圭介の はい皆さんこんにちは伊藤圭介ですこんにちは平野大作です <laughs> 優しい感じで <laughs> 優しい感じで来ましたねはい伊藤圭介のフェイウェスタン 2>,、はい、2月25日金曜日ということで2月最後の金曜日になりました早いね早、はい2月は逃げると言いますけどあっという間、はい、ね わりに,にこあったかくなるかなと思ったら案外そうでもなく立春過ぎて立春のあたりって割と寒かったりするからまあしょうがないなと思ったのその後も、ね、結構冷えて冷えて、はい、私の実家なんかなんかここのとこ毎週、火曜日の朝、うんうん、あの霜柱がね、そうねじゃりじゃりしてますよ。 踏みまくりたたいいねって子子供供に <laughs> だからなかなかあの咲きかけのお花とか、はい、なんかつぼみが全然状態変わらないとか,そ,かそういう感じになっちゃってるんでじゃあこの後もうちょっとしたら一斉に咲き始めますかねそうですねつぼみはたくさんついてるんだけど、うん、なかなか開いてこない風もね、はい、結構冷たい風が強くて、はい、うんやっぱなんか なんか今年ちょっと違うなという。なんだかね、そうですね。だって浜松だって雪降ったでしょう。雪が降ったのか今週もね。多いね。全然ね、室内で仕事してるからよく分かってない。インドア派なのでね。昨日ぼ昨日じゃない火曜日に降ったのニュースで見ました。何を？はい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 。この番組は浜松豊橋の和花屋さん花粉車ソイルフラスの提供でお送りします。 ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン しっかりねオープニングで長話をしそうになってしまって、はい、本当ですねちょっとハッと時計を見たらまずいぞっていう感じ <laughs> これもうスタート前も実は長話してましたからね <laughs> まあそうだよね <laughs> うんそうなんとなくねそう区別がつかないっていうかうこの番組時代に、ま、緊張感が全くないねいやそれいや 一応お仕事なので、うんと思いますけど僕はお願いしますよ。いや、ちゃんとやりましょうよ。やっますよ。ちゃんとやりましょうよ。ちや君はあんま緊張がないと思うんだよ。ないよね。たまにぼうっとしてるもんね。いやあのね今週はね、ちやひくんとねちょっと旅に出てね僕二人で。そうじゃん福岡行ったじゃん。福岡行った。いいよね。いいよね。でもさある本当 多分今日の朝も言ったかもしれないけど、うん、あの改めて言うと博多行くのにねあの金曜日の番組終わってから出てって終わってからって言ってもすぐではなくて4時半ぐらいの,、うん、あの光に乗って。 で名古屋まで行ってそこでのぞみに乗り換えてで結局ホテルに着いたのは9時ちょうどかそこらぐらいのところででホテルに行って食べるところはこの辺にありますかとか言ってあそっかマンボウなんでって言われてもう閉まってるのかそしたらホテルの向かいにコンビニエンスストアがあったんですよコンビニエンスそこでお弁当を買いそこの 温めてくださいって言ったら「そこにレ,ジあのレンジがありますんで」自つってレンジが並べてあるんだよ俺4つぐらい並んで重ねて並べ置いてあったりとかしてさそれよく分かんないんだけどなんとなくん,なんとか操作をしてすんげえ熱くなっちゃったんだけど <laughs> それを持って帰って食べましたかえどこもお店はやっぱやってないのか、うん、あの福岡も同じように静岡と同じように延長になってしまっているのでう全然どうにもならないっ,っ,っていう。 感じ,ですじゃあよかった何があれはあったんですか放送席あはなかったんでしょうあっ、ねね、そういうことかそう普通の一般の人たちの席ではなくね違う違うそれは違うんですようそういうとこをそうやってやるのかと思いましたよ、うん、なもしかしたらそうかもしれないっていう不安感はすごくあったんですけどうん、うん、記者席なので一応テーブルがあってああなるほどそう そこに機材も置いてっていう形でねやりましたじゃあかったですね普通に放送する放送席はかなり僕らがいるところよりも高いところにあってああなるほど窓ガラスがちゃんとはまってるところだったですねいいね僕らは外だからね寒いよね寒い寒い寒いんで結構早めにね朝一緒に千くんと一緒に行って10時半ぐらいにもう着いてたんだよねでセッティングしたりしてでもさ 時ななんで早すぎい放送時いやでもさ機材のことって心配だからね早めに準備するでしょ前回るからねいや僕はとにかく僕はそんなにすることないんですけど外にずっといたらもう固まってしまいそうな寒さなんでちょこ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 中に入ってね中に入って少しはあかいもんでそう。 まあ、なんか、あのね、一番こう苦しんだのは、マスクをして実況するというね。ああ、これが大変だったっ。しなきゃいけないのかそう。で、アビスパ側に、あの。言われた。言われて。前ら持ってくんなよと、うん。<laughs> そう持ってて、ね、<laughs> いや、マスクしてくださいね。<laughs> で、マスクして喋ってると。はい。眼鏡が曇るんですよ、まあ。ですね。そうすると、資料も、うん、それからピッチもよく見えなくなっちゃうんだよね。そっか。そうすると、じゃ。 時々、うん、鼻だけ出すようなことをすると眼鏡、うん、がまた曇りが取れてくるんだけどと鼻だけ出してマスクを下げてると、うん、今度は口元のところに空間ができないんだよマスクの<ー>そうするとふがふがするわけすごいこもるんだよ音が。だから難しいね、うん、僕ね あのこの間の放送したやつの、うんえー、録音したのを聞いたんですけどはい、はい、ところどころというかふがふがしたりちゃんときれいに聞こえてたりバラバラあ自分が今どういう状況でマスクをかけて <laughs> 鼻出してるなとかさあの <laughs> そういうのがよく分かって嫌だったすごくふがふがな感じの時もあったもんあれあのちゃんとした放送席なら別に撮っててもいいってことななんんんだだじゃあみんなしてるんだね でも去年の別に他のの、ね、放送席いろいろ中継しましたけど、うんうん、そういうところではあの喋る時実況はマスクは取ってたよ。J2、うん、と J1 の違い,いやそ,れそ,れそれは分かんないですけどね <laughs> 僕ら2年間 J1 やってなかったんでそうだ、ね、ご無沙汰してましたんでね。<laughs> そううんまあ いいよいよ明日はですね静岡ダービーということで,で楽しみだね,ね、うん、もう水曜日の静岡新聞の朝刊にはね SS、うん、ラジオがこう「お<ー>ダブル実況復活」とかも書いてあったか、はい、久しぶりだもんね。なんだそりゃとかって思って <laughs> 俺の許可を得たのかと。うん、なんかねいろいろあの記事を読んでたら途中に、うんあのー、あるその先輩がこういうふうにしようって、はい。 っていう発案をして<う>っていうその「先輩アナウンサー」って書いてあるだけなんだけどおうおうそれは僕のことだから名前を出せよって話だよね <laughs> それはだからね、まあ、その新聞のとそこの部分の写真を撮って、うん、先輩アナウンサーってとこに横線引いて俺写真撮って,横線にいて <laughs> 自分で <laughs> 自分で,でまあそれをツイッターに上げてお<う>これは僕でですっっ <laughs> <laughs> 自分で言ちゃった、ね、やっぱりこう主張しとかないとなと思ってうん。 そうだよね、はい。そうだちょっと気作り通がいいよ名前を出せとちょっとね。それであのちゃんと FM ハローのね、ジュビロライブスペシャルをやりますよっていうことで、それをちゃんと書いてきましたんで。それないと僕あの多曲の宣伝しただけで終わっちゃうんで。そうだよね。一緒にやればいいのにね。一緒にやるって。ダメなんだそれ。いやいやいや、俺勝っちゃうからダメだ。うん。一対二でいいじゃん。僕は二人で。圧倒的に喋り倒してるから。 ねえーまあ、そんなわけで明日はダービーなんで、はい、皆さんもぜひよろしくお願いいたします。そうですね、頑張りましょう、はいえー、さて今日なんですけれども 2>,、はい、2月25日、ねうん、1841年に、えー、フランス印象派の巨匠ルノワールが生まれた日喫茶店のチェーンもあ,ります、ね、あれはルノアールって書いてるはい,は,いはい。ルノワールじゃないんでも <laughs> あの。 関係はあるらしいよ関係はっていうか、うん、イメージとして喫茶店のイメージとして<ー>そのルノワールの絵を飾るようなこうそういう雰囲気の喫茶店みたいなもうもそれを持ってた,みたいなじゃあ怒られないようにしてんのかね分、うん、<laughs> かんないけどルノワールとかルノワール <laughs> よく分かんないどうせ向こうの言葉なんでまあそうですよね向こうの名前だからねでそんなわけでねルノワールが生まれた日なので、うん、メッセージテーマは「 あなたは絵がうまいですか、大作さんは下手馬ですっていうのいテーマです。はい、<laughs> 後ろちょっと余計ですけど、うん、でも大作さんには味がある。ね、そうですね。うん、<laughs> なかなかの評判ですよ。<laughs> <laughs> <laughs> よくあの、でも、なんでも、ちょっと描いたものが、何かの作品になるっていうのもあるじゃないですか。あの、なんだっけ。あ,ありますね。 シズナービみたいなそれはまた違うと思ういやあれだけどあれでしょそうなの落書きみたいなもんうちはあれだから社長ちゃだちゃろって書いたやつでしょあそうなんだ社長そうだから不動産の方の社長ねうんうんはいはいはいそうそれがも元だよあれそうなんだシズナービはそれはあれはちょっとうますぎますよねうますぎて中途半端にうまいよねあそうなの そんなに言っていいの？いそんなに対抗意識を持っていいの？<laughs> そうなんで、やっぱりソエルちゃんが一番いいんじゃないですか？そうですよね、うん、やっぱりね。ね、はい。ということでソエルフラワーズのソエルちゃんよろしくお願い,いします、はい。よろしくお願いします。はい、俺が書いたわけじゃないけど、ね。<laughs> あれはね。うん。えー。 とということであちょっとルノワールの絵もね、はい、私あのちょっと検索して調べてみましたけどもなかなかねあのスマホで見てもすごい綺麗でしたで印刷をしてみてもまあまあなんですけどスマホで見るともっと画面のあれでキラキラして、ね、すごく綺麗でしたね<ー>えと最初の1880年のかわいいイレーヌというですね8歳のお嬢さんを描いた<ー>、ね、これはルノワールがあーどっかのお金持ちの ご夫婦に頼まれてうちの女性は書いてくださいって言われて、うん、書いた。だけどその頼んだ人はこの部屋が気に入らないっていうことで、<laughs> の使用人の部屋にずっと置かれてたらしいんですよ。へえ<ー>。そう。見る目がないんだね。だねあのその横が1876年のですね、はい、ムーランドギャレットの舞踏会。 という作品で<ー>これは大勢の人がいる中ですごくやっぱり生き生きとした感じで色彩も綺麗ですよねそれからもう一つ船遊びをする人々の昼食ということでこちらも大勢の人が,人がいて、うん、こうなんか別にすごく動いてるわけじゃないんだけれどもなんかそのまま動き出しそうなぐらいの感じ雰囲気がありますね。うん、これは年の作品でしたさあ 私たちのリスの中にユ、はい、ノアールがいるかどうか <laughs> <laughs> 山川サボの妹さんケいスケさん大作さんこんにちは絵心は全くありません<ら>絵は不得意ですなので美術の時間は嫌いでしたねうん大作さん美術の時間はどうですか別に好きでも嫌いでもなかった、ね、<laughs> 好きですけっただ淡々と <laughs> そんな授業あったかなってちょっと今思い出す、ね、<laughs> ひどいじゃんあったのかなあんのか 全然記憶にないな。まああの小学校だと図画工作なんですよ。はいありましたね年度とかね。図画工作は工作よりも図画の方がまだ良かったね。書く方が。不器用だから工作やと思うな完成しねえみたいな感じです。で中学行くと美術になる。遠近法みたいな教わったりすてで後者の絵を描いたりしてね。あっか。国家が小さくなっててみたいな。あそうです上にこ線引っ張って描いたりしましたけどね。 そんな記憶が全くない <laughs> そうな,のなんで僕より全然わかる忘れちゃってるんでしょうねね、えー、で山川サボの妹さんは、はい、そうそう余談ですが中学の時の美術の先生は私の両親も同じ先生に習ったんですへえ<ー>ね回り回って同じ中学校に赴任してきました<ー>、うん、黄色のことを血色と言った先生黄色 <laughs> 血色 信号が黄色になったら渡っちゃダメだよみたいな <laughs> 黄色 <laughs> なんかいそうな感じがしますけどまあなんかね先生ってなんか結構そういう先生多かったですね、うん、ちょっと面白いねいな独特なね,ね以前祖母の薬をもらいにかかりつけ医に行った時に待合室で再会しました<ー>その先生ねうん、うん、他に来ていた患者さんにも佐々木先生じゃないですかと言われていましたあ,<ら> <laughs> あ結構有名な先生なんだ,そうだね うんね、地元で長くやられてたんでしょうね。そうでしょうねでだって山川さんの妹さんのご両親もこの佐々木先生に教わったわけですからと、うんはい、いうともうこの時はおばあちゃんの薬をもらいに行った時にはおばあちゃんぐらいの年齢、まあ、結構な年齢の方なんでしょうねだから待合室で先生も薬をもらいに来てたのかもしれませんね。 まだまだ元気で山川さまのみさんありがとうございましたありがとうございましたまず一人下手な方が現れましたいやいや苦手な方が現れましたはい続いてケースケさん大好き主婦さんです2022年2月22日スーパー猫の日でしたのでニャンニャン言い過ぎましたけど余韻が残っているニャンニャンということでいつもでもニャンニャンニャンね絵が上手 下手答え一発下手にゃん <laughs> また下手な人が来ちゃいました <laughs> え小中の図工やな美術の時間をどうくぐり抜けてきたのか、えー、夏休みの絵日記もそうでもなんとか人生やってるにゃんすごいななんて <laughs> 久々自分で自分を褒めたかもお二人はどうだったのかなというね圭介さん,うん大好き主婦さんは 夏休み、あの絵日記っていうのはやった。絵日記ね、うん、やったんだろうね、はい、でもきっと。とその辺も本当記憶がないんだよね。もう絵日記さん、ほら一日の飛ばしちゃうと。うん、もう大変じゃん、それがさ。もう一週間いずっとめちゃくちゃやってまするとさもう適当にどんどん書かなきゃやんないし。あれって毎日書きました。一応毎日書くことになってる。なって,るなってた。 なってたんだその辺も全然覚えがないんだよな,なあれネタ見つけるのも結構大変だよね,ねそうだよねそういうないよねいくら小学生遊び歩いてるつったってね。ねなかなか大変だよ,だよ、ね、正月は覚えてるのは餅つきかなんかの絵を描いたかなっていう気がするんだけどねもうだからねあわててバタバタ最後にまとめて描いたりするので、うん、絵は下手だし、はい、字もひどいんだよそうだよねそういう記憶しかない絵日記って あんま意味ないよねだからあれ意,味意味なくないと思うけど俺は結みんなまとめて書くんだから、まあ、意味なくはないと思ううんまあ格差が出るねそのちゃんとやる人とやらない人の差がそうだね格差社会でしょ絵の下手馬のね格差が出てしまう <laughs> えー、でリクエストお二人知っているだろうから絵描き歌お二人で歌ってね 「の棒が一本があったとさ」って書いてあったけど「かなそ<う>っ葉っぱだよ葉っぱじゃないよるまるだよ」ってうこ,う、ね、こう「カエル」ですかまるまるは私が嫌いなあれなんだってことで圭介さん大好き主婦さんはカエルが嫌いなんで、うん、抜かして書いて「葉っぱじゃないよカエルだよ」その後は「カエルじゃないよアヒルだよ」<う>でね「6月6日は雨ザーザー」。 で、俺、ちょっと調べてみた。<ー>もうその後は分かんないが。うん、え三角定に響いて、アンパン二つ、豆三つ、コッペパン二つくださいな。あっという間に、かわいいコックさん。コックさんだ。コックさん。できました。そう,そうだ、そうだ。あったね。これがだけど、一番覚えている書き歌かな。僕はドラえもんだね、やっぱ。あ、ドラえもん。ドラえもんの書き歌。あそれ世代が違う。<laughs> あ、そう、あ、この中で、俺だけじゃ。 ああジャックモードライモンだ。え描描き歌っつとドラえもんだよね。あそうなの？へえそうなんだ。僕はコックさんでした。もうケンスケさん大好きです。さんは僕と年下。あそうだよね。かわいコックさんでした。はいありがとうございます。ありがとうございました。えコリンライターさん。えケンスケさん大作さんチェー君こんにちはコリンライターです。あなたは 絵が上手いですかと聞かれたら、大多数の人は私の絵を見ると下手と言います。<laughs> また下手な人だね、コリンライターさん。ね、えー。そんな私ですが、小学3年生の時、うん、魔法使いが嵐を起こす場面を描いた絵が、うん、結構ダイナミックなす。すごい絵だよね、それはね,ね。魔法使いが嵐を起こす場面を描いた絵が、<ー>なぜか独創的で面白い。 と先生に評価され、うん、学年で金賞を受賞しましたすごいねすごいじゃない <laughs> そしてこれだけじゃないんだよ四年生の時描いた絵は、うん、上手下手ではなくのびのび描いていると褒められ、うん、今度はハイバラ君で金賞をいただきおすごいね,すごいねこの最初は学年だったんで三年の時は四年の時はハイバラ君で、ね、ハイ ってことは、何吉田町とか、相良町とか、どこですか。御前崎町も相良、あ、昔。貝原郡か、そはね。そう、そうすあとは、金谷町とか、上の方もそうじゃん。そうです。金谷町とか。広いよね。ずっと上まで。うん。貝原郡。ええ、で、金賞なんだ。すごいじゃん。すごいじゃないですか。ね。しかし。五年生の時の、図工の先生からは。 汚い下手な絵と評価され <laughs> 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 そんなこと言われるんだね <laughs> それひどいよね<ー>それ以後は私の絵は全く評価されませんでした<ー>独創的なのか下手なのかこれなんかちょっと、ね、そギリギリのとこなんでしょうね、うん、僕もそういう傾向にある人なので<ー>すっ なんか評価高い時にあったんだけどね、はいはい、前に言ったエルマンの冒険描いた時はすごい良かったんだけどうんそれだけだ <laughs> あと全然ないだからどっちかというとあの汚い下手な絵。<laughs> もここでもこれにういうそ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 ううそ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 うんうそどそう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 たうそ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  大作画博評価してくださいという丸一丸二丸さんと三つとらんを書いてくれたんだけどど,、ね、どうでしょうまあ、まあ、うちのこの絵みたいだね <laughs> うん三<ー>が虎らしくなったって言うんだけど、うん、僕は一が一番好きだね <laughs> なんかこのあそう僕二がいいなこのつぶらな目がいいなあ目可愛いね二、ね、番はね一、うん、番は目つぶたような感じなんですけどなるほどね決してうまいとは言えないね 味,う、ね味があるね、1番はね, <laughs> ねまあ下手馬でなんか、うん、ちょっと口の辺りがどうなってるのかよくわかんない感じあそうですすねね多分あやふやふだったんですよ、ね 2>, うん、2番はなんかかわいい猫ちゃんみたいな感じのほんと目がくるんとしちゃってね、うん、<laughs> 3番も空にしてはかわいいですけど <様も S 1> なんか島を取ったらクマさんみたいな感じなんですけどね <laughs> もう。 コリンライターさんわざわざ書いておくといやありがたいですね。すねまあ、まあ僕の方が上手いですけどね。<笑><笑>すごい似てるとも <laughs>。大作さんの大作さんの丸一みたいな。<laughs> はいありがとうございました。じ一 <laughs> 曲いきましょうかね。はい、はい。リクエストはですね浜松成太郎君からいただいておりました。1975年のキャンディーズハートのエスが出てこない。はい今日の一曲目ハートのエスが出てこないキャンディーズ今から47年前の うん、曲でございましたでその47年前の写真とかもちょっとくっつけてみましたうはい、はい、なかなか綺麗に残っていにね綺麗な写真ですよねこね,ねいい写真がね、うん、残っていました鮮やかです、ね、で髪の毛とかもね <laughs> まあボリュームありますよね <laughs>、うん、なんでこう,こう写真とか見ると髪の毛が気になるのか分かんない最近ねちょっとね気にしてるもんですから <laughs> もう諦めましょういや諦めねえ最近ちょっと変えたんですよ <laughs> つけるやつをほんと前のやつ結構効果あったって言ってたじゃないですかあったけどちょっとあのサボってたのねああそうかお金もかかるしお金もかかるし大したことないんだけどさそれねまた変えたの違うやつう。それはいいのこのともうちょっと経たないと分かんないですか効果のほどいや1週間ぐらいですぐなんとなく気のせいかな1週間でそんななるよなんないねそうだね 気のせいいだと思いますけどね <laughs>、はいえー、これねハートネースの出てこない B 面の、ね「冬の窓」っていうのもすごくいい歌で、はい、それはねあのミキちゃんがメインで歌ったりするんですよ。で、あのー「冬の歌の」だけ集めたコンピレーションみたいな、はい、そういうアルバムがあったりするんですけど、はい、その中に B 面にもかかわらずそういうところに入ってたりという,、はい、いうような曲ではありました。<ー>はいえー、ということでこの時期がね私が、あのー、ライブで一番キャンディーズを見まくっていた。 ああ、次期でしたね。学生の時にね。うん。今度あそこで公開の収録があるとかさ。そんなのばっかり言ってる。どこでゲスト出演があるとかね。へえ。今度ね、あの、読売ランドであるらしいよとかさ。うん。そう、見えて。そう懐かしいです。はい。さて、メッセージ戻りましょう。はい。えっと、今日は。ルノアールの誕生日ということで。うん。皆さん、絵が上手かどうか、聞いてますけども。はい。鬼キャロさん。鬼キャロです。 絵を描くのは全然ダメです<ー>こ,でここまでのところですねうまい人はゼロですいないですねでもいつか素晴らしい絵を描くために、うん、新しい経験をして、うん、今までに持っていなかった新しい色を手に入れようと思っていますほ<う>人生の素晴らしい絵を描くためになんだか哲学的なこと言ってるな <laughs> これただ絵を描くっていうことじゃないね 何か<ー>自分の人生のキャンパスに何かをこう付け加えようとしているという <laughs> なるほどそういう感じ鬼キャさんう分かるようで分かんないな分かんないね変な新しい経験をしないようにしてくださいね <laughs>、はい、どんな今まで描いた絵が台無しになっちゃいますから <laughs> <laughs> 人生の構造がめちゃくちゃ人生台無しにな <laughs> っちゃいますからねはい <laughs> そこそこでだからあのいい人このぐらいでいい っていう、ね、そうね、うん。これ以上うまい絵描こうと思わなくていいよっていう、うん、そういうことですね。あ、鬼嫁さん。鬼嫁さんから来てますね。奥さん。はい、あご夫婦鬼 <laughs> キャラさんのえ本え。こんにちは、スケさん。鬼嫁です。正月用に行けた床の間の猫屋がようやく恥ずかしげに顔を出しました。恥ずかしげに顔を出しました。し <laughs> 春一番じゃないか。えー こまめに水やりをしたせいか花入れの中で根を張っていました素晴らしい生命力ですうん猫柳っていうのはやっぱりお正月なんかよく使うんでしょうかねそうですねまあお正月というか時期的にねうんなるほどですねそう柳はね根が出るんですよ花瓶入れとくとねああなるほどねあそうなんだその後土に植えるとどうなるかは知らない知らないねそれは知らない じゃあ、あ鬼嫁さん、植えてみてください。<laughs> はい、えー。我が家の鬼キャロ君は、旦那のこと言ってる。うん、我が家の鬼キャロ君は何を思ったのか。再び、東海道五十三次を歩き出しました。十二<え>年ぶりです。十二 <laughs> 年ぶりでもすごいね。でも。東海道五十三次、だから、あのー、今日はどっからどこまで。うん、次に行くときは。ね、うん。だって、いっぺんには無理や。そうだよね。いっぺんには無理だからね。そっか。うん、じゃ、もう行ったり来たりしなきゃいけないんだ。 そうだよね今度は続きこっからみたいな感じでままたそこでで行ってスタートすするわけごいね東海道五十三次っていうとやっぱあのね安藤広重歌川広重のね浮世絵が有名ですけれどもあの優衣には静岡市今静岡市清水区優衣なんですけど広重美術館というね美術館があって作品も展示されたりしてるんですけれども。 あの広重の東海道五十三次。昔はあのー、あれですお茶漬けのあれを買うと入ってます入ってました今も入ってるねあれ入ってる、うん、であれをね集めて送ると五十三次のセットのやつ化粧箱入りのやつがもらえるんですよそうなんだ俺3個ぐらいもらいました <laughs> <laughs> めっちゃ集めたね集 <laughs> め <laughs> た集めたそれであのー、なんかね小学校 <laughs> 絵のいやつにその五十三次の宿場町の例えば吉原なら吉原の絵を真似して描かせてそれをバックにして人形を適当に作って人形やりまでもねあのねこれ最近知ったんだけど広重の五十三次っていうのは当時のやっぱり記録写真みたいな意味合いもあるっていうことが言われてるっていうのは。 船とかがねすごいいろんなとこに写ってるんですよその時代にどれだけその流通というか、うん、例えばあの物を運ぶ時ですねうん、うん、船が使われていたのかっていうのはすごくよく分かるんだっていうそういうことなんだってそ,っその時代をこう本当に記録写真のように書いていたっていうふうに言われてますね再評価されてると思いますけども。うんうん、で鬼嫁さん「ルノワールの絵は春を思います」という。 まあちょっとあったかそうな感じはするんで,すよ、ねうん、でもお二嫁さん私の好きな絵は「ピカソのゲルニカ」ですということでこれ全然逆だよね「ゲルニカ」って、ね、1937年に書かれてますんでスペイン内戦の時ドイツ軍の無差別攻撃があった街が「ゲルニカ」っていう街でそれでピカソはそこの街を書いてるんですよ。だからやっぱりあの えっとね、反戦の象徴みたいなね、なそういうものなんですよね。うんうんなかなかおニュウメさんそういうところ見てるんでね。そうですね、芸術家ですね。ね芸術家ですね。はい、えー。リクエストいいねこれ。探してみよう。小屋根の海苔春の訪れをね、また <laughs> <laughs> 探してみたいと思います。はい。まだ見かけたことないんでこの曲で <laughs>。ああどうだろうなじゃあ。ちょっと心配ですけどね。<laughs> うん。えー。 あ2曲目じゃあ行こうかかなできますリクエストお前さんから頂い,いておりました、はい、えっとね1994年のリリースで「DREAMSCOMETRUE」「琥珀の月」はい、えー、今日の2曲目は「DREAMSCOMETRUE」1994年のリリースで「琥珀の月」でした、はい、今「ピッピッピッ」って,聞こ,て、うん、聞こえ始めたところで終わったけどあのオカリナなんだけど <laughs> あれ。<laughs> 吉田美和さんのオカリナなんだけど <laughs> すみません切られちゃいました <laughs> はい、えー、<laughs> 誰より三代目恋するエルニオさん <laughs> いただきましたえー、え圭、ー、佑さん大作さんこんにちはアマビエはいもうネタが分かってしまいましたが、うん、コロナになってから疫病退散のアマビエのお札を買ってきて そのアマビエの絵を描いてみましたよ。うんうんうん。描いてあるお札ダマと<ー>お札の写真とあのサンダメコイスレウニョさん描いたアマビエのえ同じじゃん。うん、ねうまいよね。うまいよ。ただこのもともとのアマビエがうまいの描いたのから別としてね。<laughs> <laughs> 本物だ。確かに,確かにそうだね。そう言われてもそうだね。うん、はい。うまいね。うまいよ。うん、ね、えー、絵を描くのは得意じゃないけどモデルがいればなんとか描けるかも。 ということでまあお手本があったからこう上手に書けてかでもちゃんと細かく書いてるのうろ鱗なのかわかんないけどいや海から出てきた鱗だよね鱗そういうのちゃんと書ける人ってすごいなと思うね,これねめんどくさくなっちゃうもんね <laughs> 途中でやんなっちゃう,ちゃう <laughs> 途中でだんだん鱗を一つ一つが大きくねっち <laughs> <laughs> ね、えー、残念ながら僕のアマビの絵では疫病退散しませんでした <laughs> <laughs> 今度は ヌードモデルの裸を描いて疫病退散を目指します。あははって書いてるの。何あははなんだ <laughs> どこのモデルさんモデルさんそんな書かしてもらえるんだまあねまあお金払えば、ね、<laughs> <laughs> そういうことだね。ね。あそうね。ちゃんと正規の事務所じゃあ今度はあのそういうの書いたら、うん、またこの同じようにですね送ってきていただけるとですね。 それで判断しましまょうモデルさんの写真はいいですけど、うん、あの絵をグッとしてた絵を、ね、だからもうここに貼っといて、うん、スタジオに、ねうん、でみんなが映らないようにうで、ねうん、したいというふうに思いますので「で <laughs> よろしくお願いします」とい泉美桜さんね、うん、ああリクエストはそのなん,かなんか裸のモデルさん描きたいもんで。 だから知らないけど、あいみょんの裸の心って書いてあるんだけど、<laughs> そういう繋がりなんだろうなと思うけど。多分そうだろうね。そうだと思うけど、うん、こ、心が裸なんだから。<laughs> 何言ってるんだって。<laughs> はい。ありがとうございました。はい。まあ、曲の方はまた。いつか。そうですね。はい。ええー、ジュビロ大好きたかさん、ありがとうございます。はい。 えー、ケイスケさん、大作さん、千秋君、カフー社社員の皆さん、ス4ノルダーシュナットチーム関係者の皆さん、FM ハロー社員の皆さん、居酒屋まっちゃんスタッフの皆さん、カーリング日本代表のロコ・ソラーレの皆さん、こんにちは。こんにちはロコソラーレがついてきましたねね 大人気だよねだってみんな仲良しでとってもいい感じなんだもんねなかなかいいよねニコニコしちゃうよねそううそうそうなんかすごく楽しそうでなんかおいさんも仲間に作れないかなみたいなそのいや我々チームウエスタンも見習いましょうチームウエスタン誰が俺ら3人3人三人なのちょっとミスするとみんなで文句言っちゃうからさそういうのやめようそうそう一番若い子の足を引っ張るようなねそういうことやめた方がいいですよ <laughs> で「SO 乗る男子だ」とチーム関係者の皆さんも「こんにちは」っていうふうに書いてくださってますけども、はい、なんかもう練習試合がねあのシーズンに向けて始まっていて、ねうん、えこの間はなんかあのー、県リーグ2部の中部電力に勝ってましたね。はいうん ああ勝ってたか勝つ内さんだいぶ今勝ったり負けたりって感じだね。その前はね結構ね3つぐらいなんかバタバタってやって勝てなかったっていう試合は結構あったんですけど、うんまあ、全部大体格上のチームとやっているんでね4月以降期待していただきたいというふうに思っております。はいうん、さて今週のテーマについてですが僕は絵を描くのは大の苦手です。な<ー> <laughs> ほんと例外なしにあの苦手な方ばかりの、ね、そうだね、うん、リスナーの方はね、うんえー、あまりリアルに描くと聴いている皆さんが引いてしまうかもしれませんが手に麻痺があったり空間認知能力が弱いため図形の認識や立体的に捉えて描くことが苦手なので「かっこ汗」というねほとんど絵を描く機会もないのでそこはいいんですけどね知人にも。 本当にユーモアのある絵を描く人ががいますが自分が苦手なのであまりその人をいじることも悪いかなとは思いますがいいつもからからっって笑って笑ます絵を本当にうまく描く知人友人もいるので絵を描くような時にはその人たちに「お任せですね」っい,いあのクラスでうまい子に言うとさ「なんかちょっと描いて描いて」って、うんっね、みんなその子のテーブルの,あの机のところにあつま何か描いてもらったりしてさ大体 <laughs> いいそんな感じになっちゃうね。うんうん えー、絵を上手に描ける人本当に尊敬です。私もそう思いますね。まあまあそうだね。上手い人は本当に上手いからね。うん、ねちっちゃい時から上手いもんね。すごいよね,ね,ね。才能ですね。うん、自分は得意な喋りと文章を書くことに磨きをかけ、大好きなジュビロがどうしたら残留そして少しでも上の順位にいけるのかを考えてそのシナリオを書けるようにできたらなと思います。僕が書くことができるのは 勝手なシナリオなので、頑張って応援することで、チームをサポートします。まとまらない文章ですみません。では、また来週というジュビロ大好き高カさん。え、うんね、もう、今度は、なんか、ちょっとジュビロの絵も描いてください。一つ。あ,あ、そうね。シナリオをね。<laughs> シナリオを。この先の展望を。<laughs> 展望をね、絵で描いていただくと。そうだね。絵で描くのか <laughs> はい、はい。<laughs> 文章が得意だという文章でね、いいですよ。あ、そうね、はい。はい。岩田の里さんからいただきました。はい。 こんにちはすけさん大作社長千秋君先週言いましたが我が家の手術をした次女は、うん、あそうしたねうん、うん、今週月曜日に無事に退院できましたおめでとうございますよかったね、うん、ああほんよかったありがとうございました6日ぶりに顔を見たら次女はニコニコしていて自分の体から悪いものが取れて手術してよかったと言っていました、うん、夜僕がビールを飲んでいたら次女が「 手術で取った腫瘍見る？スマホで撮ってきたからな, <laughs> などと言い出し、僕は飲んでいたビールを吹き出しそうになりましたが、結局見なかったです。だって怖いもん。んね。うん。あの必ずあのー、手術をしたりして、いろいろ切除したりするとですね。はい。お医者さんはね。うん。これが取れましたっていうことで必ずうん、えー、見せるんですよね。はいはい、はいうん。私は全く他人のあのー。 中水炎のあの時にねあの私しか私の上司だったもんですから <うん S 2> <laughs> 私が先生に「これが取れました」って言って <laughs> 見せられて見せるだら肉親の方のその時に誰も間に合わなかったんで, <あー S 2> で私が見せられましたけどね。<laughs> <laughs> いいのかなこの子のこんな内臓のようなものを僕は見ちゃっていいんだろうかみたいな。<laughs> もういいじゃんそれ撮ったもんだから。<laughs> そうまあそうですけどそうですけどね。うん。えー、そういうものなんで多分これはね、うん、あのー、お嬢さんもこれがき撮れたんですよということで,うでね、うんうん、でこれだこれがあったんですよ中にとかそういうことだったと思うんですよね。それしかもスマホで撮ってきたっていう。<laughs> まあ今みんな撮るんでしょうね。ね撮るんだろうね。うん、うん。で岩田のさとさんは。 ビビりだから見れなかったっていう、うん、<laughs> ね。で、今日のテーマ <laughs>、はい、絵なので、笑を絵がすごく上手な。次女に、うんうん、初めて上手な人が現れたねえ。上手な次女にけいすけさんと大作社長の似顔絵をコミカルに描いてもらって、うん、メールに添付送信しようかなと思いましたが、うん、<laughs> なんだ見たかったな。なお腹に。 内視鏡の穴が四箇所も開いていてまだ痛いようなので留めませんでした。<laughs> そ,それもそ,そ,そ,、ね、そうやそうだ。うんうん、あ、内視鏡の穴って四箇所ぐらいにこう開く開けるんですよね。だから毛腸の手術なんかでも中性なんかも同じように、はい、ちっちゃい穴がポコッポコッポコって行ってそこからやる。 いうだから昔見てお腹をこう切る切るいうよりも、うん、内視鏡でできちゃうっていうそ,、うん、そういうことなんですよね、うんはい、だから傷は残らないということで,そうですねそう,いうことだね,ね,ね。でも言いたいのにねそんな僕や大作さんの顔を描くためにそんなねそんなね、うん、いててって言いながらねそ,うそれは、うん、いい話を、うん、頼めなくて当然です。ね 次女が元気に帰ってきて、僕の中のモヤモヤもすっきり取れました。よかったです本当におめでとうございます。うんうん、ね、けいさん大作社長千や君健康第一、飲みすぎ注意、やりすぎ注意ですっていう。よくわかんないです、で最後。わからんね。ね触れない、触れない、そう、男には。仕事のやりすぎはよくないですからね。そうだね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。神奈美町のえ野さんです。け、はい、介さん大作さん、ピーチ姫さん、蔦山さん。 浜松演習の皆さんこんにちはと柳野さんはね、うん、千秋彦君を忘れてるけどねあらひどい <laughs> 先週の放送を聞いてから早速 LINE のスタンプを検索して<う>ソエルちゃんと社長が書いたソエルちゃんを購入してダウンロードしましたありがとうございますね早速やってくれたいやありがたいね,ね LINE を活用して小川彩乃さんのスタンプとともにバラエティ豊かに意思表示して利用していきますどんどん使ってくださいねね。ね えー、綾野さんのスタンプってどんなやつあるんだあるんだそうみんな強制的に買わされてるやつ <laughs> 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 怒るよまた、ねうんえー、最近ねあの人口開くとすぐにおたえ盛りとか言うんだよ <laughs> あの人本当に嫌だねそれでいつもねなんか 健介さんが言ってるんだって言うけど、そうじゃなくて言い出す最初にその言葉を発するのは小川彩乃なんだよ。尿体イムっていうのは。な何？何なんだこれ？何がきっかけなの？なんかこう鬱屈したものが彼女の中にあるんじゃないかというふうにね心配してしまいますけどもね。いろいろちょっと心配ですね。心配ですよ。ね心配なんでちょっとあの近づかないでしょ。 えーとテーマ、えーじ「自分は本当に全くと言っていいほど絵を描く作業字を描くのが苦手です」うん、苦手な人大集合だな今日はそうだね以前に発想したファックスも手書きで字を書くと相手の方に読めないほど字が下手なのでワードで打ち込んでからコンビニでファックスしましたとそっかそっかで絵の話に戻しますと小学校の工作の授業で 同じ出席番号の男女を2人1組向かい合わせにして、うん、お互いの似顔絵を描くというのをやった、はいはいね、自分が描いた似顔絵は本当に下手すぎてしまってこんなにも実力がなさすぎてずっと何年も経った今でも出席番号が同じだった女の子には申し訳ない気持ちで今でも引きずる思いです <laughs> すごいね。うもう30年以上引きずってんだよ そんな引きずるかねでやっぱり悪いねっ面だからト面でねやってお互いを描くわけでしょやっぱ嫌だねそれもねんかねめて自分の顔にしてほしいよね鏡見ながらそうだよねそれだったらまだいいかもしれないですけどお互い何てなん当に下手に描いちゃったね僕なんか大体3分ぐらいで描いちゃうけどねパッとすそう早すぎね じゃあね、まあ、あと2枚あるよ、はい、有玉放送局さんええー、仕事中に小腹がすいたら、えー、時のために缶詰を買うんですけど<う>この間豚大根と鶏ごぼうを買ってみましたへえ<ー>鶏ごぼうは鶏肉とごぼうがバランスよく入っていたのに、うん、豚大根は大根ばっかで豚肉はちょびっとしか入っていませんでした <laughs> これでは豚さんに失礼です 大根ばっかなら名前を大根豚にしないとサインサイで訴えてやる。<laughs> 大根豚、豚大根ではなくて大根豚だよ。<ー>どっちしてもなんか変な感じはするけどね。ねいいよ大根美味しいからいいよ。ね。うん。この間アメリカで豚さんの心臓を人間に移植したぐらいだから豚さんが人類を救う日が必ずやってくるんです。なので豚大根にもっと豚肉を入れてください。 <laughs> だなんでそうなのそれはあなたのためにでしょうそれは豚のためではないってそうだね,ねうん。という <ん S 1> ことで「カモン達夫さんのアホが見る豚のケツをかけてください」っていやーないと思いますないでしょうね <laughs> カモン達夫さん多分あるんだけどこれあるかどうかわかんないし何かこの番組の品格を疑われてしまう感じもそうだねその辺はねぎりぎり保ってるんでね。うん <laughs> 綿さんからです「えー、泣き虫の歌風味度お願いします」っていきなりリクエストがあって <laughs>、えー、で新聞に掲載されていた動画の「エモい浜松」を見たんですが、うん、インタビューされている帽子をかぶった子供連れのお父さんが大作さんに顔と話し方が似ていて本人かと思ってしまいましたインタビューされた。 されてないから違うでしょう。帽子かぶんないよ、あんまり。かぶんないね。帽子かぶんないかよ。大作さんではないと思います、わたさん。はい。ちょっと見てみたいね、それ。見れるのかな。エモい浜松っていう動画があるの。あるの。か検索せあんでしょう。うん。しのや、浜松のやつ。見てみよう。見てみようかね。大作さん似てるかどうか。僕の名前に似てる人は一人いますけどね。大作さん。火じゃない。 じゃない。そそそそうううう。江戸っ子だとあのどっちか区別つかない一石が区別つかないもうね言っちゃってるはい。ね、まあ平野大作ではないではない。似てるというねはいえということで今日最後の曲をちょこっとかけましょうえ、2012年のお曲ですがリクエストジブル大好きタカさんですババックナンー。 「恋」えー、恋というねこのバックナンバーの曲ですけれども <はい S 1> やっぱりこう卒業シーズンでやっぱこれもう会えなくなっちゃうんだなって好きな子に今言わないとみたいなねそういう感じですよね。後者の窓からこうぼんやりと君を眺めてたんだっていうところがあるんだけどやっぱこういう歌詞はありと割とあるね後者、うん、からグラウンドにいるあるあるです,ねあるあるですよね。ななんとなくこう わかります風景が見えてくるようなそうですねまあ実際にはそういうないですけどねないのよ実際そんなコーから眺めることはないでしょそう言われてみるとこういう曲を聞くと自分の経験のような感じがしちゃうけどそうじゃねえんだな多分気の姿勢まあドラマとか CM でもねよくそういう映像としてありますからねだからかな俺のことじゃなかったんだからということでバックナンバーの恋を聞いていただきます。 切なくなっちゃいますけど。さあ今週はですね、皆さんからそのルノワールの誕生日だということで、絵がうまいですかっていうことで伺ったんですけど、一人もうまい方はいなかった。いなかったですね。岩田の里さんとこの次女さんですね、うまいということだったんで、今後の活躍に期待したいと思います。そうですね。はい。で来週はもう3月です。はい。3月4日金曜日。うん。 3月日日バウムクーヘンの日なんだそうですほうそうううでですほ、ねうん、なんかねこれねいつだかの,あの博覧会で日本の、うん、えっとユーハイムさんっていう人がバウムクーヘンを日本で初めて作ったとかいう話なんですよ。<う>それでバウムクーヘンの日に、うん、結局ユーハイムが、うん、あの決めたっていう話なんですけども。 でなので来週なんていうの気に入っているお菓子は何ですかっていうテーマにしようかなと思って、はい、バームクーヘンするとあんまりこうちょっと狭いかなそうですね。うん。ですけどあの写真としてはねあの銀座のですね、うん、年輪屋のバームクーヘンとかですね浜、はい、松慈一郎のバームクーヘンとかですね<ー>それから静岡芳照庵の芳照庵って親豆聖茶さんとお茶屋さんがやってるお菓子屋さん,んです、はい、ここのあの 抹茶のバーームクーエンですね、はい、はいろろ写真を上げてみました、うん、それからそのほかのお菓子としてはですね、えー、と森のですね中島屋さんの栗蒸しようかんと、はい、それからクラウンメロンロールの写真をちょっと上げてみました、うん、皆さんにはもちろん見えないんですけどそうですね <laughs> 完全にこれ圭介さんの好みですね、うん、ちょっとこうまあ遊びでこうやってる部分はあるんですすみません <laughs> <laughs> 皆さんはどんなお菓子が気に入っているのか うん、ね今ねちょうどコンビニなんかはあの季節の変わり目なんで商品すごく入れ替わって<ー>新商品すごく出てるんですよすごく面白いなと思って見てるんだけど、えーうん、これは普通の食べるものだけどお菓子類とかパン類あ結構いろいろあるんでうんん今チェックのするべき時だとそうですねじゃあコンビニ走って僕あどっかにあったけどねちょっと待ってください何が,何が出てくんの <laughs> カバンの中からこれは新しくなるかなと思ってバターチョコにキュンですっていうこ富士屋から出たあのこれだけの白いんですよ実はチョコレートじゃない何ですかねバターでもチョコレートみたいなやつだよでもチョコレートじゃないですか,<み>、うん、かホワイトチョコレートみたいな感じ<あ>そういうことだねでバターがたっぷり入ってるなんかパッケージもあのバターっぽいですもんねそうそう なんかバターが入ってそうな感じです、うん。なん、ね、な黄色いパッケージ、牛さんが出てるやつ。<laughs> うこういう新商品も出てるんで、ちょっとあのお気に入りのお菓子探してみていただきたいなと思います、はい。そうですね。さあ、お時間の方なくなってまいりました。えっ、ー、と、うん、hy at mark fm haro dot co dot jp hy at mark fm h a r o dot co dot jp 三月二日の水曜日午後二時までに一つよろしくお願いいたします。はい、さあ、お時間なくなってまいりましたけれども、うん、いや。 3月の桃のの桃節句っていうのはお花はいかかなもんでしょうかお花はまあまあまあいろいろねそういったお祝い事や何かでね、うん、あのプレゼント用のお花とかは動く時期だし卒業式シーズンもうそうですね高校は。うん、になってくるので、はい、まあまあちょっと忙しくなるかなとねそうですね来週は番組トータルの,あのメッセージテーマは卒業ということで。<laughs> なるほど <laughs> <laughs> ここで言うべきことでもなかったんですけど、そんな時に、ここだけお菓子の話をするんですね。そうです。はい。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。ね。まっちゃんのテーマ、何にするのか。もう、まっちゃんもお菓子でいいんじゃない。いや、似合わないかな。あの人、お菓子作るでしょ自分でも。はい。あ、お時間なくなりました。この番組は、浜松豊橋のお花屋さん、花風社。ソイルフナーズの提供でお送りしました。それでは、また来週です。さなら。バイバイ。